はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、14日目の朝になりました。って感じ はいって感じですけどね 14日目の朝になりました。はい、何をやってたのかというと、ちょっと拠点を作ってたんですけど、気づいた方いらっしゃいますかね。私なんかね、前回のフェラルフォードやってて気づいたんですよ。あれ、このモッドやばくねっていうことに気づきまして、なんかいっぱいいる。このモッドやばくないか、よく考えたな、とかいうことにね、気づきまして。で、それをね、試しにね、拠点を作ってました。無敵拠点作れんじゃないのとか思って。無敵拠点、完全無敵じゃないけどね。かなり頑丈な、相当頑丈な拠点が実はこのモッドに限っては、作れるんじゃないかと思ってうるせえなお前らうるせえんだよ作れるんじゃないかと思ってね、それをですね、めちゃめちゃ時間かけて作ってました。なんだかんだで20時間かけぐらいかかってなんかね、時計進めたくないんで、時計を進めたくないんで、素材作ってる間タイトル画面に戻って待ったりとかしてたらね、もうガチで20時間ぐらいかかって作ってたんで、作ったんですけど。いや、もう大変でしたけどね。大変でしたけど、これちょっとね、楽しみというかね、このモッドだけですけど、これ、車復活しました、そういえば。車復活しました。このモッドだけですけどね、他のモッドではできない、バニラでもできないと思うんですけど、このモッド特有のね、なんか相当頑丈なのが作れるんじゃないかと。いうことで、はい。作ったので、ちょっと今からお見せします。20時間かけて作った私の新しい拠点を。まだ何も荷物とか持ってってないですけどね。うん、ちなみにですね、気づいた方は気づいたと思うんですけどね。これやばいんじゃないのみたいな。はい、ここです。ここです。ここですね。はい。なんかね、道の駅的なものをイメージして作りました、これ。ちょっと日本家屋っぽくね。はい。こんな感じで。ちょっとなんか日本風にね、ただちょっとやっぱセンスがないんでね、もっとかっこよく作りたかったんですけど、かっこよく作りたかったんですけど、センスがないからね、かっこ悪いな。誰かセンスをくれ、俺に。誰か俺にセンスをくれ。はい。で、どうなってるかというと、こうなってますね。危ない、落ちる。穴掘って、穴の中に、立ってるっていう感じなんですけどね。うん。感じなんですけど、この場所皆さん、覚えてますかね。この場所。動画見てた人だったらね、あれ、その場所って思うかもしれませんけど、この場所がですね、実は、中入るとわかるんですけど、ね。中入るとわかるんですけどね、これちゃんと入れるようにしてあるんですよ。ほら、見てください、これ。スカル、ミステリアススカルだっけ、なんか、それの場所です。はい。スカルコインで入らなきゃいけないところに拠点を建てました。これね、ここね。ミステリアススカルか。うん、これね。うん、ここも、この間制圧したとこ、この間ですか、だいぶ前ですけど、あ、だいぶ前でもないか。制圧したとこでもう中にボスはいないんですけど、この周りを掘ってですね、周りを掘りまくりまして、で、その周りに拠点を建てたっていう、そのね、その周りに拠点建てたっていう感じになってます。こんな風にね。うん。で、何がやばいのかっていう話ですけど、ね、何がやばいのかっていう話ですけど、もうここまで来たら大体わかるでしょ。これ。ねえ。ほら、これ無敵なんですよ。これ無敵なんですよ、これ。この壁。やばくないですか？やばいでしょ、これ。無敵の壁の上に拠点が立ってるっていうね、これ。これ相当頑丈でしょ、これ。こういうことができる、このモッドはね。できるということに気づいた。うん。1回目のフェラルフォードやってたら、ね、気づいちゃったので作ってみました。これ相当頑丈じゃない、これ。ね。完全無敵じゃないけどね。完全に無敵ではないですけど、相当頑丈なんじゃないかなと。フェラルフォード来たってほっといていいんじゃないかっていうぐらいね、のもんですよ、これ多分。これね、一応なんか、この辺に多分溜まるんでね、ガンガン殴りまくると思うんで、別に上から
ね、撃つなりモロトフ投げるなりなんかすりゃいいかという感じはしますけど、なんか迎撃拠点っていうよりも、あの普通に住む家安全に暮らせる家みたいな感じですね、うん、迎撃するにはちょっとね迎撃ポイントがないんで、一応こっちの方がね余分に穴掘ってあるんですけど、こっち側がね、これちょっとねちょっと広めにこっち穴掘ってあるんですけど、まあ迎撃ポイント作るんならここに作ってもいいかなという気はしないでもないですけど、しないでもないですけどねこれどう思います、これこれどう思いますか、これね、ちなみにあのスカルコインで中に入っていくとダメージ食らいますけど、この外はね大丈夫なんですよ、で建物の外なんだよねこれね、うん、これ完全にね この中に入るとやばいんですけど入っちゃうとね、うん、で本当は中にね何とかして住めないかとか思ったんですけどね、中に住むのはちょっと無理ですね、あのダメージがね入っちゃうんで、それをねなんか何なくす術が分かんない、ひょっとしたらあんのかもしれないけど、なんか装備してればねダメージ入らないのかもしれないですけど、今のところそれが分からなかったんで、でもこれでもさ十分じゃないこれでも十分無敵に近いでしょ、ほぼ無敵でしょこれ、これだってここ絶対壊れないんだよ、この壁はこの土台は絶対壊れませんから絶対なのかな、絶対じゃないな、絶対じゃないと思うけど99% 壊れないですからね。で、その上に拠点立ってるんで、まあ安全でしょ、これ。めちゃくちゃ安全じゃない。これ、かつてないぐらい安全じゃない。ね、空中拠点と同じぐらい安全じゃない、これ。多分。まあ、このモッドでしかできないけどね。このモッドでしかできない、あれですけど、これどうですかね、これね。ということで、まあ14日なんでちょうどね、別に狙ったわけじゃなく、狙ったわけでも何でもなく14日になっちゃったんで、なっちまったんでね。まあフェラルフォードをやっていこうかなと。14日の。っていう感じですね。まあやっていこうかなって言ったって何も迎撃ポイントがないんで、迎撃ポイントないんでね、まあどうしようかっていうところなんですけど、ただもうガンガンゾンビに殴らせてるところをちょっと見たいなっていうのはあるんですよね。ガンガン殴られてどうなるんだろうとか、多分無敵だから何ともならないと思うんですけど、鳥がね、ワンチャン入ってくるかなっていう感じですけどね。鳥がね、一応屋根ついてるんですけど、これね、上にね、一応屋根ついてますけど、屋根ついて、てるけど、まあなんか下空いてるんでね、ここね、ここ思いっきり開けてあるんで、あのブロックが足りなくて壁作れなかったっていうね、そんな感じになってるんですけど、まあこっから入ってくるかもしれないけどね、結局のところね、まあよくわかんない、その辺はやってみないとわかんないね。なのでまあちょっと次回ねペラロでやってみようかなと思いますね。思いますね。どうなるかね。まあどう、まあただ、ゾンビがなかなか倒せないんで、まあそこが微妙といえば微妙ですけどね。あと、ここ自動にしたいね。なんかね、いちいちこう手動で開けに行かなきゃいけないんで、これ自動で開くようにしたいですね。あとね、隣の家とね、結構きついんだよね、これね。結構ね、憲兵率高いんだよね、これね。憲兵率高めですよ、これ。ガン。こっちもね、アニゴーンにだいぶ近い。もうちょっと本当はね、広げたかったんですけど、アニゴーンに近いなと、近すぎるなと思って、ちょっと躊躇しましたね。はい。ということで、まあこんな拠点をですね、20時間ぐらいかけて作ってましたよ、という話です。はい。ということで、まあ、次回の動画で、ちょっと14日のフェラルフォード、あ、ちょっと待って、これ閉めとこう。14日のフェラルフォードをここにいたらどうなるのかっていうのをね、一回試してみたいので、まあ、それをちょっとね、次回やってみようかなと思いますね。ただね、これ、まあ、このモッドでしかできないですけど、もしこのモッドやってる人いたらね、やってみるのもいいかもしれませんけど、めちゃめちゃ大変なんで覚悟した方がいいですよ。めちゃめちゃ大変です。そもそも穴掘るのがもうめっちゃ大変なんで、ね、あれ岩盤まではもちろん行ってなくて、あのスカル、地下施設の途中まで掘った感じなんですけど、それでもね、あのサイズ掘り抜くのはめちゃめちゃ大変でしたね。
めちゃめちゃ大変でした。なのでなんか俺もやってみようっていう人がいたらね、覚悟が必要だと思います。はい、覚悟は必要だと思いますね。はい、ということで、じゃあ次回フェラルフォードやってみましょう。どうなるのか、ガインガインめっちゃうるさいかもしれないけどね。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。だいぶ短いけど、まあめっちゃ20時間ぐらいやってた割には動画は超短いけどね。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。